独協医科大学は、栃木県下津賀郡美部町北小林882本部を置く日本の私立大学である。1973年に設置された。独協医科大学の源流は、明治14年に、ドイツ文化を摂取し、日本文教の交流を図る目的で、青州、桂太郎、加藤博之らにより設立された、ドイツ学協会である。 明治16年、ドイツ学協会学校を設立。初代校長に、青州、第二代校長に、桂太郎、第三代校長に、加藤博之が就任した。第二次世界大戦後、数軸国であったドイツの影響力の低下のため、ドイツ学協会学校も危機を迎えたが、天野定優ら同窓生により存続した。昭和22年、 ドイツ学協会の名称を財団法人、独協学園に変更し、東武鉄道の根塚一郎の推薦にて、関港を天野定友に紹介し、独協中学校を再構築した。同メンバーにより、昭和23年、新生の独協中学校、高等学校発足。昭和39年、独協学園80周年を記念して、根津、関、天野により、 独協大学を埼玉県草加市に開学。昭和42年、独協学園理事長に関湊就任。昭和48年、独協学園88周年を記念して根津、関と独協中学や独協高校の卒業生により、独協医科大学を栃木県未部長に開学。広大なキャンパスに付属病院を埼玉県越谷市に埼玉医療センター。 栃木県日光市に日光医療センターを持つ。学部大学院専攻科専門学校付属機関、独協医科大学の同窓会は、独協医科大学同窓会と称し、大学内の同窓会本部と国内17の支部会によって構成される。ありがとうございます。